はい、おはようございます。魚がことあゆみです。今日はですね、私が教えているイエロースパロー鳥レコーのイベントが日立市で行われるので行ってまいります。パチ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 、2回目かな、イベントに参加するんですけれども、初めてのホールの中かなのイベントにはなるので、まあ、どうなるかね、楽しみです。2時間ぐらいかかるのかなと思うんですけれども、とりあえず行ってみます。今日は珍しくサッカーではなくダンスですということで、今日の動画ごめんなさい。あっつ、霹靂です。晴天の霹靂です。意味が違う、意味が違うそうです。それからお腹空いたのでサービスエリアに行ってきます。ということで、日立市ビッグセンターに着きました。もうマーブルホールで今日ねイベントがあるので、これから行っていきたいと思います。いいよはい、それでは今日の意気込みをどうぞ。楽しみです。はい。おいいよ。はい頑張りましょう。このクラスまだ1年も経ってなくて、まだ子どもたちも緊張してますが、温かく見守っていただけたら嬉しい。温かく見守っていただけたら嬉しいです。
い、ということでイベントは終わりまして、無事終わってよかったです。これからちょっとね、まだ時間あるので、日立駅の方かな、カフェおすすめだっていうことなので、ちょっと行ってみようと思います。レッツゴー。ということでですね、今日は毎週木曜日に行っているトイレコーのイベントへ行ってまいりました。皆様、普段と違う私を見ていただけたでしょうか。一応ね、これでも先生やっております。ダンサーをやっております。あまり普段はね、 YouTube の中で踊りはしませんが、でもこれでなんかそのカシマのサポーターだったりだとか、あと茨城県でやっぱりダンスがやりたい方だったりとか、あとはまあいろんなそのサポーターの中でもやっぱり体を動かしたかったりとか、踊りたい、まあ別になんかジャニーズの振りを踊りたいとか K-POP 踊りたいとかでも、なんか行きづらいとかがあると思うんです、初めてやるしみたいな。そういう人たちをなんかいろんなサポーターを交えてでもその仲を深めたいなとは思っております。その一つのコンテンツとしてダンスがあればいいなって思っております。試合以外はね、サッカーファミリーですので。なので、まあ、今後私のダンスとかも、まあ、今はショートだけだけど需要があるのであれば乗っけていければいいなと思っております。でも私の一番の思いは、野球とかあとアメフトとかみたいに一つのエンターテインメントとしてサッカーの中のコンテンツでダンスがあればいいなって思うし、それきっかけでサッカーを見に来てくれる人が増えたらいいなとも思っているので、これからも一つ盲信で頑張っていきたいと思います。いつかはヤベッチスタジアムに、うちダンスのフットボールタイムに出させてください。ということで、今日も一日アフリガー、またね、バイバイ。